優れた商品には人々の感動が宿ります。その創造の扉を開くために注がれた知恵と努力と情熱に敬意を表して栄光のトロフィーを捧げます。2008年1月25日第9回を迎える BCN アワードと第3回となる BCN IT ジュニア賞の授賞式が行われ、会場となった青山ダイヤモンドホールには日本の IT 業界を支える企業のトップの方々をはじめ、ポスデータ提供販売会社様、また将来の IT 業界を担う生徒が一堂に会しました。授賞式では BCN ランキングの情報提供会社様より栄光のトロフィーが受賞者の方々へ手渡されました。今年の BCN アワードは新たに携帯オーディオアクセサリー部門が新設され、ハードウェア62部門、ソフトウェア32部門、計94部門42社の方々が栄光を手にし、中でも15部門14のメーカー様が初受賞を獲得するなど、市場の激しい競争が反映された結果となりました。技術は市場を創造します。市場の成長は明日の社会の原動力となります。未来に向けてものづくりの夢を育む人たちを私たちは応援し続けます。小さながらもそんな思いを込めて、子どもたちにナンバーワンの大人の前で褒めたたえたいと思って作りました。この思いが形となった今年の BCN IT ジュニア賞は4チームと個人1名が受賞し、新たに設けられた IT ジュニア育成交流協会高山理事長賞を2チームが受賞。新しい芽が着実に芽生えています。ご賞を願います。乾杯。受賞式の後には懇親会が開かれ、2007年の互いの健闘を称え合い、親睦を深める場として数多くの方々にご参加いただきました。会場内には BCN IT ジュニア賞受賞校のデモンストレーションブースも用意され、生徒とプロが作品を通して互いに意見を交換し合う、そんな姿も見ることができました。2007年から2008年へ、さらなる激しい競争がすでにスタートしています。 IT 技術に取り組む情熱の炎はさらに勢いを増し、来年またこの場所に戻ってくることを誓い合い、我々もそれを楽しみにしています。